うん。おいしい。うん、ちょうどいいよ。大丈夫？うん。やっぱ唐揚げにはもうお酒だね。ハローワールド。毎日の献立を考えるのは本当に大変です。私はもう何を作ってよいかわからなくなったら、とりあえず唐揚げを用意します。唐揚げは私のお助けメニューです。鶏の唐揚げは日本の家庭では定番の人気メニューです。ご飯のおかずにもなるし、お酒にも合うから、あっという間になくなっちゃうんだよね。はい、日本の唐揚げといったら代表的なのは、鶏肉を油で揚げたものをイメージするけど、フライドチキンとはちょっと違います。一般的に鶏肉を生姜、ニンニク、酒、醤油などで漬け込んだ後に小麦粉、片栗粉で衣をつけて油で揚げます。鶏肉は比較的安いし、どこでも手に入るから手軽にできる庶民的な食べ物です。私が唐揚げを作るときは、だいたい夕飯のメインのおかずにしています。ついでにフライドポテトも揚げています。油がもったいないからね。家で作ればたくさんできるから。人が集まってパーティーするときは作るか買ってくるね。食べちゃうよ。やっぱ玉ねぎがうまい。カリカリしてて美味しいね。どうりゅうちゃん、美味しい？柔らかい。柔らかい？熱い、いいね、熱々。メインじゃないんだけど、唐揚げがあったらみんな絶対に手を伸ばすんだよね。いただきます。あとは子供たちのお弁当のおかずにもかなりの確率で入っていると思うよ。唐揚げの冷凍食品も種類がたくさんあるからすごく便利です。夕方になるとスーパーにはたくさんのお惣菜の唐揚げが並んでるし、唐揚げ弁当も売っています。町の定食屋さんのランチメニューには唐揚げ定食もあるからボリュームもあって人気だよね。居酒屋さんでは唐揚げは定番だね。とりあえず注文に困ったら唐揚げを頼んでおくね。あと唐揚げ専門店もすごいたくさんあるよね。それぞれお店の味があって、どのお店も研究してるからすごく美味しいよね。ありがとうございます。でもとにかく唐揚げは揚げたてが一番美味しいよね。こんなに？いやだよ。え、今だよ。だって揚げたてだよ。おいしい。あれが美味しい。食べる？いらない。食べる。すごい可愛い。食べたじゃん、結局。唐揚げって不思議なのが、どの家庭も味が微妙に違うんだよね。ベースは醤油だけど、人によって入れる調味料が違うみたいだね。ママ友のお家で唐揚げを作ってくれた時、すごく柔らかくてお店屋さんみたいな美味しい唐揚げだったの。我が家の唐揚げはもう最初から玉ねぎが入ってました。昔から？はい。なんか唐揚げがに玉ねぎが入ってないのが不思議だったというか、でもうちが不思議なんだなっていうのが途中から分かって、うん、もう玉ねぎを一緒にただ入れちゃう。あ、入れるのか。はい。お酒を適当にすりおろした生姜を、でお醤油使わせてもらいます。はい、適当にか。あ、もう本当に適当なんだ。適当。ごめんね、本当に。適当につけて、でこれをただもみ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 。オイスターソースは隠し味程度にちょろっとぐらい。すごい簡単。簡単なの。あれか、玉ねぎ入れるとなんかお肉が柔らかくなる。そうそうそう、なんちゃらかんちゃらっていう成分が柔らかくする成分あるらしいよね。
私はめんどくさいから唐揚げの素で作っています。スーパーではいろいろな唐揚げの素が売っています。お肉に混ぜるだけで簡単だし、短時間でとても柔らかくなって、しかも失敗しないんだよね。あ、やばいやばいやば。これが大分に行った時にお土産で買ってきてもらいました。おばさんは液体タイプの素で作ってるんだって。私も使ったことがあるけど、このタイプもしっかり味が染み込んでジューシーに仕上がるんだよね。タルタルソース。あと、どこの家でも焼肉のタレは冷蔵庫にいつもあると思うけど、これで漬け込んでも美味しいみたい。やってみたんだけど、お肉もすごく柔らかかったの。どっちの唐揚げが美味しかった？指で刺して、せーの。そのお父さんの指はどっち？え、あ、嘘。はい、どういうこと？じゃあ、じゃあ唐揚げの素が最強ってこと？うん。こっちも美味しかったけど、はい、生姜が入ってた。あ、そう。唐揚げは鶏肉じゃなくてもタコとか海鮮でもできるし、この前は居酒屋さんで山芋の唐揚げを頼んだの。これも美味しかったから家でも作ってみました。唐揚げの食感はつける粉の種類でも違うんだよね。家庭では小麦粉や片栗粉を使っている人が多いと思います。粉同士をミックスしたり、卵を入れてちょっとふわっとした食感にしてみたり、それは各家庭で違うみたいだね。コーンスターチでも作ってみたけど、これもサクサクしててさっぱりした軽い感じに仕上がって、いくつでも食べられてしまうね。おばさんは天ぷらを作る時の粉で揚げていました。これよくお母さんが天ぷら、うん、本当に天ぷら作るやつだよね。そうそうそう、天ぷらの時卵とか入れないでこれだけで。とにかくどんな粉でも美味しく作れます。唐揚げをみんなで食べる時の注意点があるんだけど、大皿で出てきた時にいきなりレモンをかけてはダメなんだって。人にはそれぞれ好みがあるから、自分のお皿に唐揚げを取ってからレモンを絞って食べてください。あなたのお家のお助けメニューは何ですか？最後まで見てくれてありがとうございます。また次回。ピース。